それは恋なのか。うん、お本に書いてあるんだから。そうなんじゃ。ではどうすればオシトルと恋ができるのじゃ。今日は顎の鳥じゃ外に出ることもできない。思いっきりここに来てるかな。この前に出した時は私のこれも、この間一緒に買い物したい。そんなように外の世界の広さや楽しさを教えてくれたのはホシトルだけなのじゃ。まあ、あれだけの男にお姫様が憧れるのも無理ないね。なんとかしてあげられないでしょうか。仕方ないな。みんなで作戦会議だね。何なのでさ、そなたも来るのじゃ。